こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、おかみの木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日、今からちょっと外出をするので、ちょっと急いで名古屋帯を結んでいきます。そういったところもね、お見せしていきたいと思います。ちょっと端折るかもしれません。ちょっととにかく急いでおります。では、帯を締めてまいります。私、急いで締めたいときには、まあ、コーディネート的に合えば、折りの帯を締めます。よいしょ。もうね、クリップとかももうこの辺全然使わずに、普通ね途中で止めますけれどもね。よいしょ。まあとはいえ絶対出なきゃいけない時間からは10分前ぐらいなので、まあそんなに焦らずともいいかなっていう感じではあるんですが、まあね、ちょっと忘れ物がないかとか気をつけなきゃいけないので、まあ、そうね、5分ぐらいで結べたらなと思っています。はい、急いでる時ほど決めなきゃいけないところだけは、あとはねバタバタ結んでもいいんですけど、枕を当てるところちょっと今すごく気をつけたんですけど、そういったところね、ちょっと確認しながら進めていくと、やり直したりとかする必要もないし、結果早く上がるかなって感じ。ここも通常ならね、クリップで真ん中止めるとこですけれども、急いでるときはやりません。で、後ろで強めに結ぶ。あとなんかあれしなきゃこれしなきゃってつい思っちゃうんですけど、そうす急いでるとき、あ、これ持ってかなきゃとか思っちゃうんですけど、極力今のこの帯を結ぶということに意識を向けてあげないと、急いでるときこそ、なんかやらかしますよね。そう、仮紐を外したりとかするときに何も考えずに外したりすると、わーってお太鼓の蓋の前が広がっちゃったりとか、脇が上がっちゃったりとかしますよね。ここね、ここしっかり抜いていきましょう。で、たもとを上げて回します。大丈夫かな。はい、帯揚げと帯枕。今日車で私出かけるので、代表にね連れてってもらうので、時間を見てもう本当に出なきゃいけないっていう時は、帯枕の紐とだけはねしっかり結び直すんですけど、最悪車の中であとはねやりますね。でも今日はそこまで急いでるわけじゃないので、まあ本気で急いでるときは喋ることが多分できないと思うので、まあそういう意味で言うと、まあそこそこにという感じでしょうか。あ、そうね、本当に急いでたらこの帯揚げを仮で結ぶとかやんないですもんね。まあ、帯揚げは綺麗じゃなかったら最悪車の中ですればいいかなっていう気持ちを持ちながらやっております。焦るのがすごく嫌なので、本当に、落ち着こうと思いながらね今結んでおりますけれども、よいしょ、もうこれで終わりです。どうでしょう、終わりました。それではちょっと行ってきたいと思います。いかがでしたでしょうか。何分ぐらいかかったかな、4分ぐらい。そうね、本気だったらもう少し早いと思うんですけれどもとりあえず間に合いそうでよかったです。本日の動画お役に立てるか分かりませんけれども、さまざま省略して帯を結んでみました。なんかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。それから私たち着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。私の日々の着せ方はインスタグラムでもご紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それでは行ってきまーす。